どうも、ミルメンです。はい、今回は何をやっていくかと言いますと、彼氏が帰ってきたら彼女に見覚えのないキスマークがついているドッキリをやっていきたいと思います。で、今日は彼氏のミル君は1日用事があって外出をしていて、私は1日留守番をしてるっていう感じなんですけど、普通の人だったら留守番してるはずの彼女にキスマークがついていたら、お前どこ行ってたんだよ、家に誰か連れ込んでんだろ、あれと問い詰めて修羅場になってしまうと思うんですけど、ミル君って本当に優しいので、あの優しいミル君だったらどんな反応をするのか、私ちょっと気になってしまったので、今回はこれをやっていきたいと思います。はい、こんな感じでキスマークつけました。え、結構リアルじゃないでしょうか、これは。あともう一つ隠れアイテムでここにもつけました。ごめんね、ミル君、2個もキスはつけて。それじゃあミル君の帰りを待ちたいと思います。お、めっちゃ寒い。早くこっち来や。マジで。ただいま。は？なんで？なんで？服着て？あ、だから寒い。寒い。今わかった。寒いからだって風呂行った方が良くない？直で。え？今入るの？服着て一旦こっち来ようよ。いや、だから全裸で来たんだけど。え、もうちょっと後がいいよ、風呂。寒っ。服着て一旦。正式にただいま。うん、正式にお帰り。よかったわ。2度目の裸かと思った。じゃあ TikTok 撮る？まだでも考えてないよ。2人のやつ難しいもんな。なんか2人で普段撮らんしさ、まだ考えてないから、もうちょっと後にしよう。寒すぎて頭が痛くなってくるわ。お帰り。今日どっか行ってたの？ずっと家にいた。ずっと何しとったの？家で家事。そんなやることねえだろ。専業主婦じゃねえんだから。家事とか、まあ、SNS 返したりとか、コメント。マッサージしてあげる。いい。なんで？じゃあ逆にマッサージして。いいよ。先に言え。してほしいんかい。ちょっと肩凝っとるで、ね、マッサージして。してほしいからしようとしたんかい。うん、下下がる。そういう誤解を生むぞ。あ、めっちゃ気持ちいい。最近マッサージしなかったもんな。うん。え、いいの？してあげるよ。全然いい。もうちょっと右。どっちが右？右手が右。両手使ってんだよ。右手が右。気持ちいい。ありがとう。してるぞ。してるぞ。ありがとう。いつも。髪の毛ついてる。ね。ありがとう。食べる？あ、いらんね。どんだけ疲れてもどんだけお腹空いてても、ゴキブリじゃねえんだから。珍しい。雑食じゃねえんだよ、俺。なんか髪の毛伸びてきた、最近。だいぶ伸びたくない？プリンだし。プリンはいいけど、今いい感じよ、逆に。でもなんかもう結べるようになったしさ。うん。前結べんかったのに。アホ毛はちょっと増えてきた感あるけど。前より。嘘！うん。アホ毛はずっとあるけどね。もう普通に結べるから、結んだ方が楽。どうした？可愛かった？アイロンした今日。アイロンはしたよ。髪の毛はそりゃ毎日アイロンする。やけどした？やけど？うん、嘘。やけどでしょ、それ。してないの？やけど。え、してないよ。書いた？書いたかも。蚊じゃない？蚊いる？いるでしょ。蚊がダニじゃない。虫刺されだとしてもそれ蚊じゃないと思うよ。ダニじゃないじゃん。ダニいたの、ここに。でもちょっと痒くて書いた。そこだけ？うん。嘘。それは虫に刺されたらそこだけ痒くなるでしょ。いや、嘘でしょ。アイロンでもなかったら虫でもないでしょ。そんな虫いないもん、この家に。いや、いるって。いるよ、虫は。どこにでも。何？キスマークっぽ。違うよ、誰につけられるの？知らんよ、今日一日俺家にいない。出てないし。呼んだ？誰か呼んだ？出てない。本当に？
呼ぶような人いないです。机の上綺麗になってるもん。あ、それはなんか家事したみたいな。でも机の上普段そんな片付けないじゃん、家事してて。呼んだな。呼んでない。リアルに呼んだ。どうした？え、なんでベッドのとこ綺麗なの？ベッドも整えたし。しかもローションなくなってるし。寝っ放しはしてくれるから。呼んだな。やったな、お前。言ってないって。それ疑うでしょ。だってこっちアイロンしてないでしょ。じゃアイロンしたけど、やけどしてない。他にはないって。え、触っていい？別にいいけど。痛くないんだよね。痛くはない。痒かっただけ。やったな。やってないって。痒かったから。取れないもん。取れない、それは蚊に刺されて書いた後なんて取れないでしょ。何？身体検査？触っていい？うん、別にいいよ。何を？あっち。あ、シャンプーの匂いちょっとする。風呂入っただろ。入ってない。やったな。やってないって。入ってないって。え、これは？ここの？うん。蚊じゃない。やんなだろ。やってないって。やっただろ。やってないよ。ここはあれじゃない、でも服の襟がさ、うん、当たってかゆいからよく描く。そういう素材じゃないから。え、最近俺がしてないからって編集で。え、正直に言ってみ。やってないよ、マジで。俺今あえてこのテンションで聞いてるけどさ。え、怒ってるってこと？怒ってる？いや、怒ってるとかじゃなくて止まってる時が。え、浮気したと思ってるってこと？浮気し、もしそれが原因が分からないんだったらそれしかないでしょ、俺の中では。だって LINE の編集も使ったもんね、今日ね。家にいて、もう家事してたから。いろいろ、俺は別に気にしてなかったけどさ。いろいろやってたから。じゃあ家にいなかっただろ。いたって。 LINE 見せろ。 LINE。 いや別にいいよ。いいよ別に。そんな別にいいよってさらっと見せれるんだったら多分証拠は隠滅してるんでしょ。じゃないって、証拠なんて。え、怒ってんの？怒ってない。嫉妬してる？怒ってたりとか嫉妬じゃないでしょ、浮気って。信用なくなったなっていう感じでしょ。もしそうだったらね、ちょっと説明して。聞くから。そこがどういう風にしてついたのか聞くから、それを説明してくれればいいよ。だって俺も信頼失いたくて失うわけでもないし。え、じゃあさ、言っても怒らんでね。しかも怒るとかじゃなくて、最悪浮気とかだったとしても俺怒らんって。引くだけだって。落ち着いて聞いてね。うん。ドッキリ。これドッキリ。家から一歩も出てないし、家に誰も呼んでない。お前はもうこの毛、この毛な。ちょっとドッキリ撮るためにちゃんと髪の毛セットしたんだからやめてよ。この毛。はい、で、カメラどこ？もういつもあっちじゃん。いつもあっちすぎてわからんだろ。いつもあっちすぎても見ないよ。キスマじゃないですこれ。じゃあ何？ティントです。あ、ティントっていう手が、あれがあったか。ティントです。そんなに取れないの？取れない。すご。触っても取れんかったやろ。ロムアンドです。ロムアンドさん案件欲しい。提供ではありませんが、自信持ってこれ俺言えるもん。キスマークとしても使えます。そうです、新しい使い方です。マジでびっくりした、うん、ごめんな、ごめんな、2個もキスマークつけて。浮気なんてしない私は。久々に思い出した、その昔の恋愛の時の、うん、過去のドキっていう過去の嫌な思い出を、うん、ごめんな。あ、してるぞ、してるぞ。このドッキリに関してはね、信頼関係がないと多分できませんから、皆さん真似しないでください。うん、みんな真似したら多分修羅場になるので、うん、気をつけてください。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、SNS のフォローよろしくね。バイバイ。バイバイ。ロマンド提供待ってます。お前が言うな。